ちは。今回はですね、こちら日本のイベントですとかパーティーには欠かせない飾り付けですね、こちら、お花紙を紹介したいと思います。ですね、この可愛いこちらお花紙なんですけれども、和紙の一つであるお花紙で簡単にお花紙を作ることができちゃいます。ではですね、早速作っていきたいと思います。今こちら、色的にはピンク、黄色、水色、赤、白、ピンクっていうのが入ってるんですけれども、私はですねピンクと白をちょっと交互に混ぜて 4,5 枚なんですけど、こう合わせて交互に私は色をちょっと合わせていって揃えました。で、山折り谷折りで順番にこういう感じで折っていきます。私も小学校の時とか幼稚園の時とかに作ったので、かなり今久々で懐かしいですね。結構もう本当に入学式とか卒業式の日とか前日にすごいたくさんの量を作ったので、結構思い出深いですね。そろそろ終点です。よし。で、山折り谷折りが終わったらですね、この真ん中の部分をちょっと折ってもらって、で、こちらですね、こちらで結んでいきます。で、こう広げてもらって、見えますかね、こういう感じで広げて、で、中心からですね、中心に向かってこう一枚一枚ですね、お花を作っていくんですけど、こういう感じです。見えますかね、ちょっとふんわり立てていく感じになるんですけど、これを両方やっていきます。懐かしいです、かなり。こういう感じで中心に寄せていって作っていきます。で、ちょっとお花っぽく手で調節して作っていくんですけど、で、ホームパーティーの時とかはいろんな色を合わせて作っていくとかなり可愛いですね。で、私はこう白とピンクミックスさせたんですけど、単体の色で作っても全然可愛いと思います。もうすぐです、もうすぐできてきます。あー、懐かしい。ちょっとお祝い気分になってきますね、これ見ると。ちょっと個人的に小学校の体育館を思い出せますね。こんな感じでできてきましたね。で、柔らかいのでちょっとくしゃっと手で動かせるので面白いですよ。よいしょ、じゃん、できました。こんな感じです。すごい簡単です。私でも作れちゃうので、結構やっぱりちっちゃい子でも作れるので、本当にすごい簡単に遊べちゃうお花紙になっています。結構こちらやっぱ海外では多分あんまりないと思うので、ぜひ買って簡単に作れちゃうので、ぜひぜひ作ってみてください。それでは日本の旅行を楽しんでください。バイバーイ。